どうもお疲れ様です。FX オリガルヒをご覧の皆様、そして速可塾限定動画をご覧の皆様、本日も相場解説9月5日の火曜日、朝6時やっていこうかと思います。まあ今日はね、またテクニカルで十分やっていけると思いますけども、最初から倍狙いということをね、宣言させていただきます。えー、昨日振り返ってみますと、1日前の冷やしです。見てください。赤い線、陽線で終わってますよね。陽線です。ですので昨日は、 でポジションを持っていた方は、まあ、これで勝利を収めたってことが分かると思いますえそしてですね一つ前なんですけども下に大きなヒゲを出しつつ要線がありますよねで以前落ちてきたところっていうのはここですこっからここまでの落差がある時に、まあ、トレンドは上昇で生きてるわけですよ、まあ、ですんで大いにこっから上の方向に向かうことが分かったわけなんですけどもまあ見る見るね 要、えー、線がどんどん集まってきて146円からもう今週中に147円までね再び乗るんじゃないかなというふうに私は考えております147円といえば以前本当につい最近ここまでいってますんでねはいそれで4時間を見ていきます4時間を見ると何が分かるかということですけども、うん、ちょっとねここに動きがあるのが見えます1時間だと正確に見えると思うんですけどもこれ大きくね値段が下がったんですよね 多分この数時間の間に。それが出てるんじゃないかなと、この上ヒゲに出てるんじゃないかなと思います。で、下がったってことはどういうことかっていうと、また倍で取れる余地ができたってことなんですよ。じわ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 と、昨日は上がってきましたね、価格が。それで一部、ドーンと上がるところがありました。その後、またじわ,じわ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 上がってきましたよね。これ、あの、買いで、えー、ポジションがどんどんどん,どん積み重なっているから、こういう風に上がってきてるんですけども、誰かがその買いを決算する、決済するとね、また、 上昇の余地が出てくるんで、売りを狙って待っているっていうところもあるわけなんですよ。まあ、売りといいますか、利益確定ですよね。買いのポジションが利確して、手放されたことによって、買い圧力が弱まって下に抜けるってことですよね。だから抜けたんだったら、また買い場が来るわけですよ。で、買っていきましょうって話になりますけども、そこを具体的に見えるのが1時間じゃないかなと思います。1時間見に行きますよ。やっぱ値段下がってましたね、ここ。たった今下がったところですね。 この相場解説をしようかなと思ってる間にえ昨日はね、ここで利幅を取ったわけなんですよ。ここで仕込んで、ここで利幅を取って、また、じわじわと上がっていったところなんですけども、ガクンと下がったんでも、まだね、まだ下がると思うんですけども、もうちょっと下がった頃合いから、上昇がまた始まりますんで、その上がり花をね、の倍のポジションで取っていければなと思います。また、これも補助的になんですけども、上昇トレンド中に、 移動平均線の赤いところに触れたらどうなるんでしたっけ、ね、どうなる傾向が多いのかってことですかね正確に言うと、はい、それから昨日陽線が出たところをこう横に流してみるとこの陽線の、ね、根っこあたりが狙い目なんじゃないかなと思いますよねここが一番根っこから入るのに適したところかもしれませんもちろんリスクは高くなりますよこんなところから入れば。 まずですから私としてはね、もう倍でエントリーを入れておこうかなというところに来てますけども、まあ、そうですね、もうちょっと様子を見たい方は3時間ほど後でまた見ればいいんじゃないかなと思いますし、まだまだ十分検討したい方は12時ぐらいですかそのぐらいで見ればいいと思います。まあそれぞれ検討すればするほどリスクは減りますけども、その分うまみも減りますからね、えーまあ、このバランスはまあ常に変わらないかなというということでございます。それじゃあ今日の で相場解説の一発目二発目か正確にははい、これで終わりになりますお疲れ様ですまた FX オリカル日の方は数時間後にお会いしましょう